八重山列島、黒島の子牛石垣牛は、沖縄県石垣市及び八重山郡で生産、育成され、一定の条件を満たす黒毛和種の牛肉である。日本の最南端に位置する八重山諸島では、温暖な気候を生かして、畜産業、特に牛の生産が盛んである。1970年頃には石垣牛として、大阪や名古屋の市場に出荷されていたと言われ、 1987年には石垣牛の名称が用いられた記録がある。ただし、八重山諸島で生産された牛は、松阪牛のような有名産地に、数牛として出荷されることが多く、牛肉としてのブランドは確立していなかった。名称も石垣黒牛、八重山黒牛等の候補もあったが、1997年に石垣牛に統一して使用するようになった。 そして2000年7月の九州沖縄サミットの晩さ会でメインディッシュとして供されたことをきっかけにブランド牛肉としての知名度が向上した。また流通に関してはかつては市場規模が大きい名古屋等への出荷が中心であったが石垣牛の生産の中心である沖縄県農業共同組合が2003年から県内、島内での販売に力を入れ1年で ほぼ全量を県内で販売するようになり、2005年には、島内が9割を占めるようになった。2018年現在では、JA、石垣牛皮膚部会は島内のみに出荷しており、このような地産地消の取り組みが評価されて、第47回日本農業省集団組織の部特別賞を受賞している。一方、その評価は、八重山諸島内にとどまらず、 2017年の第2回、銘柄牛肉交換度コンテストでは、最優秀賞を受賞している。石垣牛は、図形と組み合わせたマークとして2002年に、商標登録され、2008年4月11日には、地域団体商標として登録されている。日本全国に石垣牛肉を円滑に流通を促進させるため、2021年3月4日、都道府県会館にて、 石垣牛流通協議会が発足した。2021年3月4日、琉球新法初代協議会長に株式会社、新地区取締役、上村孝一郎が就任した。JA 沖縄では、以下の条件を満たす枝肉を石垣牛と定義している。上記の定義を満たした枝肉には、石垣牛ラベルを重付することができる。ありがとうございます。